実はオートで大事件が発生したとのことで。お兄ちゃん、俺の可愛い妹が危機にさらされてんのかよ。盗賊団と呼ばれる連中が王城に侵入したそう。魔王の幹部に次ぐ賞金をかけられてしまった。ここだけの話なんですけど、なんとこのアクセルの町に2億の賞金。マジか。モンスター討伐よりよっぽど美味しいだろ。金髪盗賊団がこの町に。おっと、なんでこっち見るんだよ。カズマさんもご協力お願いしますね。協力しますよね。